やっぱり大名にならないと、えー、結局本家は下草相馬であっても大名にならないとあきまえんと大名家に成功したのは下草ではなくて陸奥相馬氏ですね陸奥の場合この戦国大名というのが一国レベル数軍から一国レベルというふうに言われてるんですけどもなかなか難しいのは 陸奥の場合、一国、陸奥の国一国を全部支配するというのは非現実的ですから、まあそんな奴はいないということで、どの程度までの軍を取れば大名と言えるのかと。ちなみに相馬氏は最終的にこのシメハ軍とかた軍と奈良派軍、この辺を支配する、まあ、現在双葉軍ですね。現在双葉軍それから なめ、えー、南相馬市、それから相馬市、えー、それから双葉軍。この3箇所、これがまあ相馬市の最大領域。これが大体、対閤検地で4万8000石、後にあの対閤検地の直しで6万石。で、実高は9万石とも言われています。だからまあ3軍、3軍確保した妻は、まあ、 大名というて、A、レベルやろうというふうに言われます。この大名会はやっぱり室町時代、この相馬高谷さん、まあ、これ見れば室町ですね。え白川結城市、帯岩城市と同盟を組んでます。シメハ軍のシ橋と対立してます。現在は双葉軍になってます。で、相馬森種1。この家って結構同じ名前が多くて、 親子で同じ名前という、ジョージ・ブッシュ、ジョージ・ブッシュとか、ジョン・アダムス、ジョン・アダムスとか、そういうような、あのジョン・アダムスは2代目と5代目の大統領ですね。ジョージ・ブッシュも2人大統領ですね。ああいうふうに親子で同じ名前をつることはありませんが、森種さんはフフ、祖父と祖父、祖父。それから相模した、ね、相馬を下にのも1、2がおって、これ、祖父,祖父と孫の関係です。 祖父と早々の関係で、森種が2人いて、で、吉種が孫とあれの関係で2人いて、朝倉と総松の同じ名前を我り当てますね。孫ぐらいで出てきますね。この総森種1、締め橋を滅ぼして、め方軍、締め橋軍全域と奈良派軍の一部を、まあ、漁する領主になっていきます。まあ、この頃ですね、えー、この頃から、一軍、 なめ方軍、一軍だけを抑える、まあ、黒人領主から、まあ、大名に一歩踏み出すと、まあ。こういうのをどういうふうに言うのかとはなかなか難しいんですあ国衆、黒人領主と大名、軍領主とか、まあ、いろんな言い方されてますけども、このあたり、大名というふうに呼ぶべきなのかどうなのかが非常に微妙なグループですね。この相馬市とか 港と下国が合併した後の安藤所はもう大名を言うていいだろうけどもそれ以前とかどこまで大名と言っていいのかというこれはまあ戦国大名論なかなか難しい問題ですよねほぼ大体一国レベルというふうに言われてるけどもその一国レベルはどの程度なのかとで相馬に関してはまあ最終的には大,大名と言っ,言っていいんだろうけどまあこの中ではまだですね 相馬ですいわき市のと呼ばれた奈良派軍を、えー、奪還し、さらに伊達種宗と伊達春宗の天文の乱、あの親父の種宗と息子の春宗の間が対立てたんですね。この天文の乱では種宗方として参戦しています。この段階でやっぱり、えー、相馬市通いうのは、伊達氏の外苑に属する国衆といっていいレベルかなと。 いう感じで、ありますで1543年には宇田軍を掌握し、宇田なめ方締しめは三軍の領主として成立します。まあ、この頃から戦国大名をかにしつつあるというふうに言っていいかと思われます。で、出てくるのがこの相馬守種ですね。相馬明種と伊達種宗娘との間に、国二2 9年生まれています。だから、この相馬との間に、 秋種宗が,が参戦しているっつうのは、この種宗の娘をめとっているからであって、この相馬・秋種、伊達種宗、えー、相馬田種というのは、まあ、そういう意味では伊達種宗派であると。で、この種宗と春宗の争いに、やはりこの伊達氏の、まあ、国衆であった芦名氏が自立。芦名、伊達、それから田村、岩木。 そして、日立の国の北部のオスだけ。こういったあたりが睨み合う形になるわけですね。さらに、この伊達との間では、この丸森城というお城をめぐって、伊達と相馬が争うわけです。これは要するに種宗の隠居先であって、この春宗と争いの、争った結果、敗北して丸森城に隠居したこの種宗。これの世話を見たのが相馬市であることから、 まあこの丸森城をめぐって、相馬市と伊達市の間で争いを起こると。地理的な環境を見ると、こういう感じになります。伊達市、相馬市。この丸森城っていうのは、まあ、まさに相馬と伊達に挟まれてる感じになりますね。現在、宮城県の方になります、ね、丸森城は。で、伊達市っいうのは、もともとはこの福島県の伊達郡ここをまあ支配する両者だということですね。 総盛ねはこのなめ方郡を中,中心とした地域。で、三春を中心とした田村。田村市は三春、田村市がまあ最終的に大名がしていって、この三春を中心としたこの数郡を支配すると。それから、いわき市、福島県の南の方ですね。いわき市、田村市、福島県の北から南へ、交換ですね。会津の芦名市。で、南の須竹市ですね。こういったたりが、まあ、おって。で、 他に二、えー、本松氏、二海道氏などがいるという感じになっています。1947年、芦名、岩城、伊達春宗の連合が成立します。ここで言いますと、まあ、こういう連合が成立するわけですね。それに対して、えー、種宗・田村連合に森種が参加すると。ここと、 これがす、まあ、するとよくなりますこういう連合関係でキャラですね。こういう形対こういう形の戦いと。で、いわき市が相馬寮に侵入してくる。そういうことを引き起こします。で、この問題は翌年、足首をしているが仲介して、種宗と春宗が多くし、種宗が隠居。その結果、相馬市は丸森城の権益の主張をはじめ、 これ以降、相馬と伊てというのは長い間、この丸森城の権益をめぐって争うことになります。1949年には、この森種が秋種から家督を相続。森種の妹、秋種の娘を田村秋明に嫁がせて、で、えー、化粧を下ろして、締めはぐの一部を田村氏に割譲。まあ、だから、田村氏と相馬氏の関係というのは深まっていくわけです。その頃森種の頃森 実家である駆け出ししが滅亡していますこの掛け出しっつうのは、春宗と対立で滅ぼされたということで、伊達と相馬の遺恨、まあ、というか、そういったものが,広がっあの深まっていくと。1957年、伊達春宗と猿川え、仙台市ですね、で交戦していますで。これはまあ、痛み分けと書いてありますけれども、1959年は一等奥くの形で、伊達春宗の娘を嫡男義嶋の妻としています。 で、1960年には、えー、森種は佐々木義明と交戦し、そのうちには国しています。だからまあ、交戦しては王国という形で、周りに強豪通貨、まあ、かなりでかい佐竹とか、伊達とか、そういったものに挟まれて、まあ、田村と連合しながら、かろうじて、なか方軍を中心とした地域を守るというのが相馬の、相馬森種の活躍ですね。ただ、1963年には家臣団の一部が反乱を起こして、 まあ、下手したら月国城になりかけたところですが、えー、着手義胤が活躍した結果、鎮圧していますで。この頃から義胤が、えーまあ、登場してくると。で、えー、1 0 6 4年、渡里本宗と相馬、森種吉義根親子は名取郡に出兵。これはの、丸森城周辺ですね。だから宮城県ですね。 伊達種宗、この,元この渡り元宗というのは、渡り家に養子に入ってますけれども、伊達種宗の息子です。まあ、つまり、春宗の弟なっているわけですが、この渡り元宗はこの種宗派ということで、伊達氏よりは相馬氏よりです。本来は。この渡り元宗が相馬とくっついて、出兵してきか伊達種宗の丸森城周辺の記者が許可されていると。で、六6 5年。 足かをしている伊達種宗、佐々義明らが死んで、欧州でも京都でも大変われを迎えると。相馬義経も、まあ、この頃から登場してくると。1948年、相馬守兼と武田義宗の娘でに生誕して、武田義宗は安達氏に滅ぼされてますね。1960年には伊達種宗の娘の越川御前と婚姻してます。こういう感じですね。 あ、あの、声書いてね。ものすごいエアコシ関係やってますね。こういうような。こうやって見ると、ほとんどが伊達谷根胸の、なんか血引いてますね。田村秋明も、岩木千かも、相馬森種も、吉田種も、皆さん、あの、何らかの形で伊達谷根胸の血を引いてるという、なかなか濃い関係やってます。 1 9 6 5年に伊達宗が死んだというのが先ほど出てきましたけどもまあその結果伊達春宗との間で領土問題が起こり越川御前が離縁されますでこれ以降伊達氏との伊達宗が死んだ以上この相馬氏は伊達氏から離脱するとか伊達氏との関係が急速に薄れていくと達元宗と一緒に丸森城に出兵して5歳以上を奪取しています 1960年には伊達照宗と戦ってます。駆け出しの丘陵をめぐって戦ってます。で、1970年には伊達方に落ちていた丸森城を落として相馬市のものにしてます。1973年、室町幕府が密亡。奥州短大伊達市の権威が低下していって、二階同士は伊達市から離反していきます。 欧州の戦国時代の最もややこしい時期が来るわけですね。室町時代の崩壊ですけども、室町幕府の崩壊過程の中で、まあ、権威が失われていくと。で、伊達市っいうのはこの伊伊の、えー、伊達春宗が欧州短大に、伊達種宗が陸奥の守護神に、伊達春宗が欧州短大に任命されることによって、室町幕府の権威をバックに、まあ、いわばこの。 南,南欧州の黒人たちに対して、まあ、存在感を出してきたんですけども室町ばっか崩壊すると崩壊それからまあ伊達種宗の死ゴッドファーザーと呼ぶべき伊達種宗の死によって伊達氏の権威は急速に低下していくとしかし、えー、1975年やらかしました相馬府市 ザル側で敗北しました。で、それを契機に渡利元宗が離反します。それまで種元の息子を継うことで相馬氏と連携してきた渡利元宗は、えー、相馬氏との関係が外れ、ずれて伊達の方にくっついていくと。その結果、1576年には義綱が渡利軍に侵攻。元宗、それが伊達稙宗と戦っています。足利森氏、田村清明。 北条島政が仲介を行いますが、その仲介も失敗に終わると。1978年、相和森種が隠、えー、居してます。で、義経がいよいよ家督を相続する。ただ、森種は隠居したといっても、その後も軍事、えー、外交等に関わっていて、まあ、よくある、いわゆる隠居を言うても、実あの100%バーン私じゃなくて、 まあ、義胤に戦争の指揮などは任せながらも、自らもサポートするという形で、この宋守胤は実は結構長生きで1601年まで生きています。相馬市が関ヶ原で下手を打って、改役される直前まで、この守胤さんは生きて、いろいろとこの吉胤をサポートし続けています。年には この田村清明の仲介が実って伊達氏と相馬氏が動くと。これ、1583年と見てますと、もうあれですよね、えー、結構詰まってますよね、1582年に本能寺の変ですから、1582年に武田氏滅亡、そういう影響というのはあんまりこの辺は感じられないですね。で年 り橋の戦いが起こりますこれはあの有名な事件ですね、日本松畑山氏と伊達照宗の事件、つまり伊達達宗が日本松畠山義次に呼び出されて、でそのまま捕虜に取られて、嫡男の政宗は照宗と日本松畑山両方とも殺し,殺して、まあ、日本松氏を滅ぼすとで。このきっかけで日本松畑山氏復興を目指す芦名・佐竹連合対伊達の戦いが起こり、 この足の佐竹連合に相馬人でも参加しています。だからまあ、この伊達が、伊達照宗の応押をきっかけに、一気に伊達を叩こうという動きですよね。で、この田村清明さん、忙しいですね。伊達政宗、相馬人などは僕を、この田村清明が仲介で整理させています。相馬とも、伊達とも関係の深い人物ですから、 この田村清明っついうのは非常に重要な、伊達とも相馬とも関係がある。要するにまあこの2人の女性、これ田村高明が死んだ後も彼女は生き残り、この清明死んだも彼女も彼女も生き残るんですよね。だからこの両者、要するに伊達と相馬の双方と関係がある、この田村家、こうなると、 ややこしくないわけがないですよね。清明の死によって、義経と政宗の関係は悪くなっていくと。というのは、まあ、義経と政宗の関係は悪くなっていくというよりも、まあ、この人は死んだ後、清明、これ1573年に亡くなってます。で、その後、この関係ですよね。この清明が亡くなると、もうここが露骨にできて、 で、この女性は相馬を、高明の奥さんは伊達を頼ろうとすると。この二人とも、まあちょ、蝶をてましたから。で、さらにややこしいのは、この清明とこの娘には、女生姫しか生まれていないと。要するに、男児がいないと。そしたら、それぞれ、この吉種も、この政宗も、自分とて都合のいい人間をまあ押し込もうとするわけですよね。 で、吉谷と政宗の関係は急速に悪くなっていくと。そういう中、1587年、秀吉は関東・東北総武事例を出します。佐竹氏は戦えなくなります。戦っている芦名氏と伊達氏の阿睦合戦に回らざるを得ないと。もともと佐竹、芦名連合。で、この頃あれですね、芦名家のえ芦名義弘は、 佐竹義重の弟ですから当然佐竹としては芦名を目いっぱいサポートしたんですけども秀吉から関東東武装武者へ出てますから佐竹氏は芦名氏に肩入れするわけにはいかないとだから芦名氏と伊達氏の和睦あ戦しかやりようがないでね芦名氏に対してできることはそれだけで芦名氏はこれ次回芦名氏をや,ろうやりますんで えー、あれですけどまあぐちゃぐちゃになってボロボロなんですね。で最終的にあのお家騒動がついてぐちゃぐちゃになった後と義、えー、弘がついてとりあえず収めてる状態であっていつ崩壊するかわからないという状況の中伊達政宗が狙ってくるわけです。す伊達政宗からすると一気にここをがっすりと全部いっちゃえるチャンスですからね。 この区間全部行っちゃえると。で、合図っつうのは結構大きいですよね。まあ、後に上杉家が合図を中心に120万石を取るぐらいですから。で、現に合図を取った後の伊達氏のこの角高は150石まで伸びてます。だからまあそもそも伊達と相馬てまあ最初が勝負じゃないわ,わけですね。芦名を滅ぼした後伊達は150万石まで行くわけですから。 で相馬はせいぜい6万石、まあ。鼻から勝負にならないと。一方、伊達政宗は何をしたかと言ったら、総武事例を無視してます。秀吉の総武事例を無視して、もう、ひゃっはーと、芦名に殴りかかると。でさらに、田村清明死後の内紛には、伊達と相馬の双方が介入してます。で、これでは郡山合戦で相馬伊達軍が激突し、 その結果伊達が勝利してると。これはいわき市が仲介に入って最終的に和睦してますけども郡山合戦で圧倒的に立てが勝ってる以上基本的に和睦打っても伊達が有利になってます、えー、伊,達の伊達派の田村宗明が田村氏を継承しこれで相馬市と田村氏の関係つうのはサクンと切れてまうと。 えー、さらに1989年には岩木常孝が相馬派であった田村寮に侵、え、攻、ー、したのをきっかけに政宗と義田の戦が再び始まって義経はこれにも敗北して宇田軍を奪われると、うん、1989年同年には足野義弘と伊達政宗が釣り上げ原の戦いで交戦してこれに足野義弘はボロ負けして結局足野義弘の足元は崩壊し足なしは滅亡で足野義弘は結局 兄貴の義重の元に逃亡亡命して、で、以降、まあ、この芦名義弘は佐竹義重の弟として生きていくと。あの佐竹氏の一門に戻って、まあ、名前は芦名のままですけども、えー、佐竹に組み込まれてもって、芦名の両国はすべ、えー、て伊達に入ると。で、さらに須賀川の二階堂も滅亡してます。その流れを見て、 えー、岩木常孝、それから白河氏か、石川機光といった陸奥、えー、の黒人たちは一斉に政宗に服属します。でそんなか相馬氏は滅亡の激を迎えるわけであってで、この時の逸話として森種が、親父の相馬森種はもう無理やろうと。これ滅びるか、それとも、えー、もうここは伊達に降伏するか、二つに一つやと言われたら吉種が。 もうそれだ,ったら滅びますとだからもう滅びるから最後伊達に切り込むんで一味浸水して俺につれてきてくれるバカなやつらはあのちょっと神社集まって一緒に水ので一緒に突っ込めようと言うたら2,000人集まってきたと。でそれを見て森種もじゃあ義経が突っ込んで死んだら俺も切腹するというふうに言うて相馬市は、えー、滅亡の危機に立ったわけです。 まあこれをどういうふうにして着替にかえるい、まあ、大体想像つきますけども、えー、まあどうやってるのかまあこれ以降の話で一旦この相馬氏が戦国大名に一応成功したのかなという森種さん、吉種さんのえ話で一旦切ります。伊達っていつの間にこんなに大きくなったんですかもともと大きかったんですかも,もともと大きかったですね。伊達家は 政宗を除くと、種宗、照宗という名前から見ても分かるように、代々室町幕府の将軍家の返金を受けてますから、もともとやっぱり周りのこういう黒人領主と比べると、ランクが違います相馬よりもずっと上だったんですか相馬とはこれるものはないです。大きさも角も違う。うん、家の角も違う。家の角すら違う。 さらにだ伊達政宗1、うん、1> この有名な伊達政宗,宗2なんですよ。南北朝時代に伊達政宗一ってのおって、で、この伊達政宗2はこの伊達政宗1から名前もらってるんですね。義満のお母さんと伊達政宗のお母さんとご縁遊天皇のお母さんっつうのは三姉妹。岩清水万宮の紀伊市か,から、善法寺から一番上のお姉さんがご黄金天皇の 内視になって、真ん中のお姉さんが足ゴシア明ラの側室になってで一番下が伊達家に嫁いでると伊達家の場合は正室なんですかは正室だと思います。やっぱり将軍家の側室だったら勝ちは正室ですよね。<laughs> そういうぐらいでバランスが取れるんですね。前前方方ですね前方 ご縁優のお母ちゃんと吉吉のお母さんが姉妹やいのはね、4件出てきますけど、えー、伊達政宗一のお母さんも三人姉妹の一人なんですね。そうなんです。じゃあ、京都から嫁いで行ったんですかそうです。それ以降、伊達家は持宗とかそういうふうにあの名前を配慮してますね。あ、将軍からね。将軍から重宗とか。うん まあ東北で将軍から献金もらえるとはよっぽどのもんですかよっぽどです。伊達ぐらいしかない。伊達とあと、それから大崎、大崎二本松、えー、それからあの最上は別,別格ですけどね。最上はもっと上なんです。最上とそれからの大崎は芝の一門ですから、よしです。 あなるほど。で大崎はのり,のりもらってるか大崎とか、最上ってやっぱり芝の一門ですから、のりとかよしとかもらいます。芝っていうのは、まあ、王の地名なんですってね。そうなんですよね、あれ。芝家の名字も王州だし、それから、その分家である大崎と最上は、まあ、あれは別格です、足利<ん>一門ですから。あと、それから、なんかあ、えーとあ、あの、武藤氏の一門である、大宝寺氏綱確か、 あの、返金を。もらってたけども、あんまり早く、そんな伊達みたいに、大体餅とか、そういうのも,もらえるレベルじゃないかな。じゃあ、例えば、そんなに。強力で家、家の格も高いとすると。相馬よく突っ張ったということですか。そうですね。要は突っ張りましたわ。全然。国田が違ってましたね。北国。百五十万国と六万国ですねそ。そんな。紛失されるんじゃんですか。 <laughs> 機内では効きませんねさ、ちっこいのが頑張っていて。ここまで触ると、ちょっと頑この辺り、このごちゃごちゃ、ごちゃごちゃしたのが残ってるのは、か多分そうやと思います。1580年たら、九州とか中国なんかね、べったり、まあ、3つぐらいに、九州3つ、中国、うん、毛利と天子とか、なんか、そんな感じにべたべたっと塗りますよね、大きく。 結主語をガーッと集めていく主語権力的なものを引き継いでいくのでやっぱり欧州は主語権力がなくてこういう黒人領主軍が事実の主語的な存在でくちゃ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 としてますからその辺でしょうね小さいのがほんまにたくさん残ってますねいわきの国ってね私日本史で勉強するとちらっと出てきた気がする。 正式には成立しないんですかいわきの国のはえっとねあの、明治元年にたしかあのの国があの、陸前陸中、いわきに分けられるんですよ。あ,あら、明治のもんなんです。そうです、明治です。うーんじゃあもうい、いわきの国がないし、じゃあ、守護なんともないわけですね、この時期。で、あの、 欧州短大っつうのは、結局、軍事指揮権しか引き渡れなかったんで、まあ、物間人な急速に小さくなっちゃうんですね面積で言うたらね、福島県に2つぐらい主語がいてもいいですよね。主語、うん、がいないから、主語を中心にまとまるということができないんですね、この地域はそうですね。 あなるほどねででそれがまとまっちゃってそれが室町幕府に来るとまずいから室町幕府はそういう,うてあにデザインしてるんですよまとまらせないとまとまるようなそんなあの強い権力を作らせないと陸はバラバラにしておくとそうそうそういう方針があるんですね幕府に、うん、京都の方にだから大崎市は結局軍事指揮権だけ与えられて あとは大崎周辺の少量種、だからほんまに小さい少量種化してしもて、最上もまあ,もあの、最上付近の小さな漁師なわけですね。で、伊達とかそういう芦名とかそういう連中をうろうろしてると。波岡とかで北畑の人やのみましたね、ちらっと。ありましたね、うんうん、ああいう連中とかくじょくじょくじくじくったり、うん、安藤がおって。 ではもう実はい、ぱっと、まあ、有名な最上と安藤ぐらいですけども、大宝珠とか、戸沢とか、くち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 クチャ探せばいっぱいおるんですよ。で、同じ、それ実は安藤とつなわらなレベルで、安藤とか最上、あま関連で、くち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 ,くちあとって。十万石なんてもう、なんか、老けをとくようなもんでしょ今川や武田や、うん、武田やって、そういうのが争ってる中では。 あとまとまれない構造があったんですねここの、うん、伊達と長尾って結構遠席関係なんですが長尾は守護代で長尾守護代で伊達って結局黒人ですから伊達から長尾に手紙を送,って送るとつっかえされることがあるんですね。「無礼や」と。「お前黒人なんやから黒人らしくもっとあのへりくだってたぜ」と。 伊達としては悔しいって悔しいってそれが。で、一生懸命頑張って、欧州短大してほしいんですねと。ところが、欧州短大にしてもらおうと思っても、幕府はなかなかあの首を縦に振らず、最終的に足利を下根からもらえたのが陸奥の守護というなんか中途半端なもんであって、伊達種胸はそれにすっかりムカついて、幕府に対して一切首を売らなくなっちゃったと。へそ曲げちゃって。 で、春宗の代に、この、何でも、なでも安受け合い、何でも出しちゃうよという足利をしてるが、大集団にしちゃうんですね。春宗の代に。で、吉井輝はもう、その辺、何でも出しちゃえってわけですから、九州団だよ、大友吉次元に渡しちゃうし。大崎、えー、迷惑やけど。守護がいないということは、守護代もいないわけそうなんですよ。守護も守護代もいない。 事実上、この大規模な黒人が事実上の主語なんですよね。だから、伊達の権限というのは主語と同じなんですよ。事実上の主語でやっても、主語代の中から見たら、お前主語代ちゃうやんかと。うん。お前黒人だと。村町 <laughs> <laughs> って面白いですね。<laughs> なんかね、そういう、そういうのにこだわるんですね。そうなんですよね。 やっぱりそういうのががっつりあって、何なのよ、これ。実力がすごくあっても、俺は守護で、俺は守護大で、あいつは黒人でって、うん。<で>そのくせ、この長尾さんなんかは守護を殺しちゃいますからね、うんうん。殺しちゃうけど、守護にはなれないと、自分では。うん、タムダの話が出てきましたね。 猫、はい、姫さんのあ,あの子一人娘なんですか正宗の嫁なんか一人娘がそあの男の子いなかった今言たかもしれないけど一人娘出してもたらこうやってあと,どあとどうする気があったんですねどうする気があったんでしょうねこの家いやまあ一つとしてはこの岩木重隆方式やりますよねこの岩木た隆さんは あの男の子に言は、このエクボ御前、多分一人娘と仮定して、この娘さんを、えー、白河春綱に送るよ定だったんですね。ところが、奥州一の美人と言われるこのエクボ御前に一目ぼれしたこの出達春宗が、このエクボ御前の婚礼行列を襲って、エクボ御前を強奪すると。 岩木茂孝はシャーナイからこのこの二人で生まれた子供第一子を俺の後継ぎにするという条件で認めますと。それで結局まあハルとえくぼ御前の結婚まあ認めちゃったと。で約束通り長男は岩長男ですねこの長男が岩木茂孝のとっつうと。だってテルムネツのはあれなんですね、えー、次男かなね。孫が生まれたら。 家へ返せとそそそうそうそう,うんまあこちらもここに生まれたら突っ返すとかまあ,あの伊達家,伊達家この辺の一門の中で伊達家とか関係の深いやつをつける形にはそっちに落ち着きましたけども清,田あの清明さんが配人にしなかったらまあそあのここやろうし実際にはまあ伊達家と関係の深い田村家の一門を後継ぎにせると。 娘が結婚したときに九州合併されてしまうというにいないですね。ああ、そういう手もあるかな、<laughs> <laughs> あ田村さんなんか結局最終的に伊達家から養子迎えて、あのー、あれですもんね、伊達一門になっちゃってますもんね。んこの田村さんで有名なあれですよね、あの元禄の,あの朝の匠の神の切腹場所をこの田村さんで。生き残ってたということですか生き残りました。 あの最終的に伊達政宗の子供やったかを養子にして伊達一門に入ります田村家としてそ<う>江戸時代で生きたんですか。うんうん、であの朝野の匠守の,の時には匠守の,の切腹場所に指定されて座敷ではなくて庭で切腹させたんでまあ伊達さんがいろいろとあちこちに謝りまくってたと伊達さんにものすごい迷惑かけてましたね確か。